こんにちは。こんばんは。今回は、うぷ主がチャンネルアイコンを書き直した話だぜ。また書き直したの？ああ、前回書き直した時にチャンネル登録者が10万人になったらそのままにするって言ったけど、おかげさまで順調に増えてはいるものの、10万人には遠く及ばなかったからな。いや当たり前でしょ。そもそも1ヶ月でそんなに増えるわけないでしょ。いやーもしかしたらアップした動画のどれかが何かのきっかけでバズって急上昇入りして1ヶ月で10万人達成もありえなくはないだろ。いやありえないから。どんだけの海藻花畑なのよ。なんだよ別に想像するくらいいいだろ。なりたい状態をイメージするって大事なことなんだぜ。成功者は成功した時のイメージができてるっていうだろ。いやまあそうかもしれないけども。まあさすがに1月で10万人は無理でも、5月中2000人いかないかなと。淡い期待を抱いているわけですよ。それも結構厳しめな気がするけど。まあな。早く増えたら嬉しいけど。少しずつでも増えてるだけありがたいと思ってるぜ。そうよね。本当にありがたいことよね。ああ、チャンネル登録してくれてる皆さん本当にありがとうだぜ。ありがとうございます。では今回もより多くの皆様にチャンネル登録してもらうべく、うぷ主が下手なりに頑張ってチャンネルアイコンを書き直したので、暇つぶしに見ていただけるとありがたいぜ。っていうかいつも言ってるけど、チャンネルアイコンを書き直したところで登録者の増加には繋がらないんじゃ。まあそうなんだけど、せっかく月1で書き直してるので、続けられる限り続けようかと。うぷ主の画力と脳みそじゃすぐネタ切れになりそうな気がするけど。まあな。とりあえず目標としては各月の分、12種類できたらいいなと。それでも結構厳しい気がするけど。そうだな。けど12種類書くって決めちゃえば、多分やらざるを得なくなるからなんとかなるんじゃないかな。わざわざ自分で負荷をかけるのね。ああ、人からノルマを提示されるのは嫌だけど、自分で決めた目標に向かってあれこれ考えて何かするのは結構好きだからな。まあわからなくもないけど。っていうか今回はどんなアイコンにしたのよ。ああそれは。わかった。違うぜ。いやまだ何も言ってないじゃない。何度も言ってるだろ、お前はいろいろなところでアイコンになってるから、他のチャンネルのアイコンに埋もれてしまうって。じゃあどんなアイコンにするのよ。それはもちろん。今回もうぷ主のアイコンだぜ。まあもうそれでいいけど。これ以上どうするのよ。チャンネル登録者の多いチャンネルは可愛いアイコンが多いから。今まではアイコンをいかに可愛くするかにこだわっていたんだけど。可愛いアイコンが多いってことは自分のチャンネルのアイコンを可愛くしたところで。結局目立たないのではないかと思ったわけさ。じゃあどんなアイコンにしたのよ。いろいろ考えた末、今回はあえて大人の渋みとか哀愁漂う感じのアイコンにしようと思って、出来上がったのが、こちら。いやないない、これはないって。こんなアイコンにしたら登録者減るわよ。っていうか誰よこれ。どこからどう見てもうぷ主だろ。いや全然違うから。そうか。これが、こうなっただけだぜ。いや今回も服装以外面影ゼロだから。本当に5月はこれで行くつもりなの？ああそのつもり。だったんだけど、さすがにうぷ主もこれはちょっとあれかなと思ったので。実はもう一つ書いたんだぜ。いやだったら最初からそっち見せなさいよ。いやーこれもせっかく書いたんだからそのままお蔵入りさせるのはちょっと悲しいかなと。これもめっちゃ時間かかってるし。まあ渋い大人の哀愁漂うアイコンはいつかリベンジするとして。今回も前回と同じく緩い感じのアイコンにしたぜ。それがこちら。いや、まあ。確かに緩くて可愛い感じになってるけども。なんかどこかで見たことあるような。ああ、これは一時ブームになった某パンダさんの構図を丸パ、参考にさせていただいているぜ。いやもうほぼタレパンダやん。っていうかパクリって言うてるし。言ってないぜ。あくまでリスペクトして参考にさせていただいただけだぜ。まあなんとでも言えるわよね。そういえば最近タレパンダあまり見かけないわね。ああ、リラックマに人気者の座を取って代わられたからな。もしかすると最近の若い人はタレパンダの存在自体を知らないかもしれないな。リラックマも可愛いけど、うぷ主的にはタレパンダの方が好きだったぜ。まあどっちも可愛いわよね。っていうか結局路線変更はしないのね。ああ、そもそも画力の低いうぷ主じゃ描きたいと思った絵をちゃんと描けない可能性の方が高いからな。その時々である程度納得できたものをアイコンにしていくことにするぜ。まあいろいろ書いてみないとどんな絵が描けるのかもわからないしね。そういうことだぜ。
まあとにかく5月はこのアイコンで行くってことでよろしくだぜ。というわけで今回はこの辺で終わっておくぜ。最後までご視聴ありがとうございました。バイ。Thank you.